によってもたらされる安定性というのが相当車体の直進安定性にも寄与しているという印象ですね。ですね、高速道路巡航中にスロットルを開け閉めしてみても、やはりですね、エンジンの回転数が先に上がって、まあ、速度の方はそこから徐々についてくるという感じで、まあ、この辺りのエンジンのフィーリングというか加速の様子は、まあ、これは一般的なスクーターとあまり大差ないという感じではあるんですが、ただそれでもですね、こうして何度かやってみると分かるんですが、速度の乗り方は一般的な 250cc クラスのスクーターと比べればやはりかなりリニアだなという印象ですね。またこの辺りの加速していくフィーリングというのもなかなかいい塩梅だと思うんですよね。一般的なスクーターだと、まあ、このようにエンジンの回転数が上がってから加速が始まるまでもうちょっと遅くてですね、このように高速道路を運転していてもちょっとかたるいなと感じることもあるわけなんですが、まあ、このモデルの場合はそれと比べるともうちょっと早く加速が始まるので、まあ、それほどかたるさというかもっさり感を感じないで済む、まあ、この辺りのチューニングもなかなかうまくできているのではないかと思います。そしてこれに関しては峠道でもちょっとコメントしましたが、このように高速道路を走行していても実際そうなんですが、前後タイヤの接地感がやはりはっきりしているんですよね。かなり安心感の高いフィーリングで、今ちょうど制限速度目一杯の100キロで高速道路を巡航しているんですが、不安感がないんですよね。この辺りは非常によくできている部分だと思います。そしてこのように路面状況の基本的にはいい高速道路を走っていたとしても、やはり路面には大小さまざまなギャップがあるわけで、このモデルはそういったギャップを拾った時も乗り心地がとてもいいんですよね。で、峠道を走っている時は例えばギャップを拾った時も車体はしっかり感を演出しつつ、前後の足回りタイヤは独立して動いてギャップをいなしているというか、よく吸収してくれているという感じだったんですが、一方高速道路で走行中にギャップを拾った時というのは、前後の足回りタイヤそして車体、それら全てをうまく使いながら路面のギャップをうまくいなしているという感じで、まあ、これがですね、乗り心地の良さにつながっているのではないかと感じられます。このような乗り味から考えると、峠道でもちょっとコメントしましたが、この車体というのはしっかりはしているんですけれども、それほどガチガチに硬いというわけではないという感じがしますね。そしてこのモデルは先ほど乗り心地がいいと言いましたが、この乗り心地の良さというのはやはりシートの設計の良さも相当影響しているんじゃないかと思いますね。このモデルのシートというのはディティールをご紹介した部分でお見せしていますが、座面としては 250cc クラスのスクーターとして考えてもかなり大きい方だと思うんですよね。そしてライダーが実際に着座する部分も左右に広く、そしてフラットに設計されているので、どこか一点に荷重が集中するということがなく、まあ、これがですね、全体的な乗り味、乗り心地の良さにつながっているのではないかと思います。今日ももうすでに130キロから150キロぐらい走り続けているんですが、疲れは全く感じないんですよね。はい、ということで今日は1週間デビューの新たな試乗車両、ヤマハ XMAX でショートツーリングを楽しんでみました。それでは。はい、今日は純粋なツーリングというわけではないんですが、1週間デビューの試乗車両ヤマハ XMAX で小田原までアジの干物を買いに行こうかなと思っています。で、まあ、通常のモーターサイクルであれば、そういったちょっと足を伸ばして買い物というような時は、まあ、例えば車体にパニアケースを装着したり、もしくはトップケース、そういったバッグ類を装着しなきゃいけないわけですが、こういったビッグスクーターであれば、そういった買い物も思い立った時に何ら準備をすることなくパッと出かけられる、これがですね、やはりこういったビッグスクーターの最も良い点、利便性に優れる点ではないかと思います。はい、今私は高速道路を走っているんですが、先日の峠道のレビューの補足をまずしたいと思います。先日のレビューの時はですね、峠道でこの XMAX の前後ブレーキは結構固めというかカチッとした握り心地で、ブレーキパッドをローターに当てているだけではそんなに減速しない、
結構しっかり握らないとブレーキが効かないよというようなことをコメントしたかと思うんですが、で実はですね、先ほどこの高速道路に乗るまでに市街地の中をしかも結構渋滞に揉まれながら走っていたんですが、そういった時にですね、やはりこのブレーキのチューニングというのはとても走りやすいということに気がついたんですよね。でビッグスクーター乗り慣れているという方は実感することも多いと思うんですが、ブレーキをかけながらの微妙な速度調節というのが一般のモーターサイクルと比べても重要になってくると思うんですが、そういう時にこの XMAX の前後ブレーキというのはとても扱いやすいんですよね。特にスロットルを開けながらブレーキを引きずっていくような、まあ、そういった速度調節をするときというのはですね、このカチッとしたブレーキの握り心地、そして引きずっているときのコントロール性がとてもいいと感じられたんですね。なので先日の東京市のレビューのときも、この XMAX の前後ブレーキというのは扱いやすくもあり、そしてコーナリングスピードを高く保てるこのモデルにとってはスポーティーでもあるというコメントをしましたが、まあ、実はですね、この前後ブレーキ、街中でもとても扱いやすいということはお伝えしておきたいと思います。この XMAX、このウィンドスクリーンの高さを変えられるようになっているんですね。旅先で気軽にというわけにはいかないんですが、今日はですね、このように高速道路もしくは有料道路を走る予定だったので、この高い位置にセットしてみました。で今日私は先日と違うヘルメットを着用しているんですが、このヘルメットだとそうですね、ちょうどウィンドシールドの上を通り過ぎて、ちょうどですね、額のあたりですかね、ヘルメットのちょうどエアインテークがあるあたり、まあ、そのあたりまで走行風を跳ね上げてくれているという様子が、まあ、このように手をかかしてみるとよくわかりますね。このウィンドスクリーンに関しては実は標準の位置で使うのがベストで、この高い位置にセットしない方がいいんじゃないかなと個人的には予想していたんですよね。というのは標準の位置でも十分な効果があって、しかもですね、速度が上がってくるとその標準の位置でも背中を後ろから押されるような、まあ、そういった感覚が若干あったので、さらにこの高い位置にセットしてしまうとその負圧による背中を押されるような効果が強まってしまって、まあ、かえってですね、快適性が落ちるんじゃないかと予想していたんですが、で今日実際にこのように高い位置にセットしてみたわけですが、私が予想していたようなそういった悪影響というのはあまりないようですね。なのでこのウィンドスクリーンに関してはライダーの使用状況や好みによってこの標準の位置か高い位置か使い分ければ良いのではないかと思います。ただこれに関しては先日もコメントしたかと思いますが、標準の位置だとちょうどですね、ヘルメットのシールドに走行風が当たるような、まあ、そういったウィンドプロテクション効果になるので、ヘルメットの撥水剤はよく効くんですよね。逆にこの高い位置だとおそらくですね、走行風がライダーのヘルメットのシールドよりも若干高い位置に当たるんで、例えば雨粒などはこの高い位置にした方がヘルメットのシールドに付着しにくくなるということもあるかもしれないですね。まあ、このあたりはライダーの好み、どちらが便利か感じ方に違いが出るかと思いますので、まあ、オーナーとなられる方はですね、このスクリーンの位置いろいろ試してみていただければと思います。それと燃費などに関してですが、実は先日のショートツーリングからまだ給油していないんですよね。というのはですね、この XMAX の燃料計というのはこの中央部分、メーターパネルの中央にある液晶バーによって表示されているんですが、 1,2,3,4,5,6 6本のバーのうち今2本が消灯した状態ということ、あ、今ちょうどもう1本消えましたね。まあ、これで約半分ということになろうかと思いますが、結構燃料の残りがあったんですよね。ということで給油もせずに走り続けているというわけなんですが、今ちょうどですね、燃料系のバーがさらに1本消灯して、残りがバー3本ということなんですが、この状態で航続距離はちょうど200キロということですから、まあ、この燃料系の表示を額面通りに受け取るのであれば、おそらくあと150キロぐらいは走るんじゃないかと思いますので、まあ、そうなってくるとですね、トータルの航続距離はだいたい350キロから、まあ、場合によっては400キロ近くまで届こうかという勢いなので、まあ、この点もですね、かなり実用性は高いという判断ができるんじゃないかと思います。ちなみにですね、今この中央部のメーターパネル液晶部分には平均燃費を表示させているんですが、リッター 37.6 キロという表示になっていますね。
まあ、このあたりはさすがですね、新開発のブルーコアエンジンということで、まあ、燃費の高さ、燃費の良さというのはその設計思想の中にも盛り込まれていたと思うんですが、まあ、その成果がこういった数値からもはっきり現れているんじゃないかと思います。はい、そうこうしているうちにあっという間に小田原が近づいてきましたね。今日の最大の目的はこの小田原でアジの干物を買うことだったんですが、予定よりもずいぶん早く到着したので、まあ、せっかくですからね、箱根ターンパイクを1往復してみましょうかね。